皆さんこんにちは。元宝塚男役、現役アイドル、永遠の30歳あやはるまやです。今回は皆さん、宝塚といえば清く正しく美しく秘密の花園というようなイメージを持たれている方が多くいらっしゃると思います。そんな清く正しく美しくのイメージを崩さないように、その素晴らしき世界を保つためにタカラジェンヌが努力していることについてお話ししようと思います。皆さん、タカラジェンヌが言ってはいけないことがあるっていうのはご存知でしょうか？テレビ番組とかで言うと放送コードっていうね、暴力的だったり差別的な表現はしてはいけませんよっていう定められた規則があります。絶対そこでは放送コードに引っかかるので放送できませんとか言ってはいけませんっていうことですね、あるんですが、そういう決まりがタカラジェンヌにもあります。それがスミレコードというものです。でスミレコードって具体的に何を言ってはいけないかっていうと、タカラジェンヌは本名、そして実年齢、そして体重やスリーサイズを言ってはいけないという決まりがあります。この本名と年齢と体重スリーサイズをなぜ言ってはいけないかっていうと、タカラジェンヌはフェアリーであり、その舞台上で夢を売る人間としてその芸名で活動していますので、本名や体重とか年齢をしてしまうと少し現実に戻されてしまうんですよね、見ている側が。そういうことを防ぐために言ってはいけないとされています。もう本当に夢の中の住人として扱われるわけです。その他にも実はいろいろありまして、例えば昔だったら飲食をしている姿もあまり見せてはいけないよとか、もちろん品のない表現、下品な表現とかはしてはいけませんよとか、いろいろあります。パジャマ姿を見せないとか、あとはタカラジェンヌがもらっているお給料についてとか、そういうことを言ってはいけませんよとか、そういう決まりがあります。それはタカラジェンヌだけではなくって、実は作品にも影響したりします。原作が元にされた作品とかだと、その原作で結構過激な表現だったりとかセクシーな表現をしているものとかありますよね。それを宝塚の舞台に持ってくるときに全く全然違うものに差し替えられたり、その性的な表現のところはダンスに変えたり、本当にセリフ一つ一つを変えたりと、いろんな工夫で宝塚は品性を保っています。ただそのスミレコードっていうのはやっぱ時代に応じていろいろ変わってきたりもしてるんですよね。スカイステージっていうテレビの中ではタカラジェンヌは普通に飲み食いしていたりもするし、こう自由に喋る番組とかもたくさんありますけど、その自由に喋るところではね、やっぱタカラジェンヌはしっかりと品性を保った喋り方をしているなっていうふうに思います。このスミレコードなんですけど、誰が決めたのか、そしてどうやって私たちは決まりを守っていくのかっていうのがやっぱ気になるところだと思います。例えばテレビだったら放送コードっていうのはしっかりと定められたものがあって、これとこれとこういうことは言ってはいけない、これが差別になるからこの表現はしてはいけないとか、一つ一つ結構ねちゃんと定められてるんですよね。でそれをちゃんとアナウンサーさんだったりテレビの前に出る人たちは勉強して、それは言わないようにっていうことを努力されているんですけど、実は宝塚のスミレコードっていうのはルールブックとか、なんかこれはしてはいけませんよって規則を代々受け継いで学ぶみたいな、その時間があったりとか勉強するってことは一切ありません。じゃあなんでそれをちゃんとみんな守れてるのかっていうと、それがね不思議なんですよ。私も不思議で、一回も先輩からこれはスミレコードだから言っちゃいけないよって言われたこともないし、これはスミレコードだよっていう規則をね学んだ記憶もないんですよ。ただ本当になんか空気を読むような感じで、タカラジェンヌらしいかタカラジェンヌらしくないかっていうことを一人一人がちゃんと把握して言わないんですね、そういうことを。だから本当にね、その宝塚っていうのはこう伝統あるものをちゃんと守ろうっていう意識が
その根付いていくんだなと私は思いました。そして対談した今もね、その時に学んだことっていうのは少し自分に根付いてるなって思う部分があるんですよ。まあ、今でこそね、本名も言うし体重も公開して普通に動画出すし、 ZOZO スーツとか着てね、スリーサイズなんかもう徹底的にもうスリーサイズどころかもう何サイズ公開するんだよってぐらいね、いろんな部署のねサイズとかを公開しちゃったりしてますけど、それでもやっぱりこれ以上のことを言ってしまうと品がなくなるなとか、元宝ジェンヌとしてこうやって動画を撮るのであればこれ以上のことはしてはいけないなとか、こういう言葉を使ってはいけないなっていうのは本当に自分の中でこうあやはねコードができているなと宝塚に入るまでは普通の人ですけど、宝塚に一歩入るとみんながフェアリーになれる世界、それが宝塚なんだなっていう風に、この外から見てるね、ファンの時から見る目線での宝塚も、中に入ってみる宝塚も本当に夢の世界でした。すごいですね。なかなか私はね、この時代にこんなにいろんなことを守って伝統をもうしっかりと受け継いでフェアリーを徹底している場所って本当にないんじゃないかなって思ってます。ぜひ皆さんもそこの場に踏み入れるその瞬間から、劇場の入り口に足を運んだ瞬間から本当に夢の世界が広がる宝塚、見てみていただきたいなと思います。ということで、参考になったら嬉しいです。この動画がいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。